今回の雑学はこちら。誰もいない無人島に猛攻撃をした軍隊がいたと。それは太平洋戦争の最中に起きたんです。ギスカ島への攻撃のことです。1934年5月にギスカ島にいた6000人の日本軍は潜水艦などで脱出することになる。すでにアメリカ軍の砲撃が始まっていたけど、その合間にうまく全員が脱出したんです。それを知らないアメリカ軍は砲撃を続けた。誰も反撃してこないと分かって上陸してみると誰一人いなかったと。地上における無駄な戦争だったということです。